コンの曲じゃない？カラコン近くで見てて無理。こんな、はい、こんな感じです。で、かわいいでしょ。明日何着ようかなと思ってさ、悩んでる。うん。え、今日私美女良くないね。私今日なんかめっちゃ可愛くない？今気づいた。あれ？今日めっちゃ可愛くない？化粧してるだけかなこれ。化粧してるだけかな。え、待って。今日私めっちゃ可愛くない？ねえ、びっくりしたわ。化粧してるだけか。あ、指輪ってありがとうございます。化粧してるだけだわ。ね、今の服、今の服見る？今の服なんかね、こんな感じ。え、これ可愛いでしょ？え、これ可愛いんですよね。なんかね、イヤリングも今日はした。可愛い。え、今日ね、なんかちゃんとね、化粧とかした。あとね、最近ね、なんか教えてもらったね、なんかね、化粧の仕方があって、それ試してるんですよ。最近なんかあの、他のレイヤーさんがめっちゃ肌綺麗に見える日があって、で、なんか化粧前も見てたからさ、今日もカワイありがとう、いつもありがとう、みんな褒めてくれてね。そう、あの、コスプレ用のやつでさ、なんか、コスプレだとね、結構、あの、足の怪我とか出せないじゃん。だから、足全部怪我とかも見えなくなるやつがあるんだけど、なんかあの、それが、怪我とかも見えなくなるコスプレ用のストッキング、露出対策とかの目的でもあるんだけど、あのコスプレ用のストッキングがめっちゃあって、もう最近ね、なんかね、私生活とコスプレのね、境目がなくなってね、毎日コスプレ用のストッキング履いてますね。これなんかあのね、ここにね、ハイライト塗るの。ここに塗るとね、肌がね、キラキラするの。なんかいい感じなの。あ、ハートありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうございます。そんな感じです。あ、令和のタラハイ出演させてもらいました。そんな感じです。そう、衣装ここに置いといて。大好き、ありがとう。ハートありがとうございます。よいしょ。山ちゃん、バラありがとうございます。ありがとうございます。なんかありがとう。あ、コスプレイヤーしてます。でね、なんかね、明日着る衣装を選ばなくちゃいけなくて迷ってるんだけど、何にしようかな。ちょっとなんかね、あの、そこでちょっと衣装を今から漁ろうかなと思ってます。あ、みんなギフト、山ちゃんありがとう、猫ちゃんありがとうございます。みんなギフト、かわいい。美女の部屋がなんで汚いんだろう。そんなの決まってるじゃないですか。部屋まで綺麗だったらみんながね、なんか敬遠しちゃうでしょ。みんなのにレベルを合わせてるの。みんなは部屋が綺麗で顔が汚いじゃん。だから私は、私が綺麗な分部屋を片付けないと、汚くしないといけないんだよね。みんなに合わせてんの。部屋と私でバランス取ってんの。みんなと同じレベルまで下がるためにね、頑張って部屋を汚してんのよ。みんなのためだよ。みんなが私と口聞けるように、みんながコメント しやすいように部屋をね、汚くしてんの。私の部屋が汚いわけじゃないから。私は本当は綺麗好きだから。みんなのためだからね、勘違いしないで。私が汚いと思わないでほしい。勘違いしないようによろしくお願いします。そう、まあ、みんみこです。今さらっとすること、どういうこと？部屋汚していけない、ありがとう。そう、フォローありがとうございますね。そう、みんなのためだからね、ありがとう。なんかすごい適当なこと言ってたら、なんかフォロー、なんか視聴者増えちゃって、ありがとうございます。あ、バズ、あ、なにこれ、花火ありがとうございます。なんかフォロー皆さんありがとうございます。ツイッターとインスタグラムやってます。よかったらフォローしてくれたら嬉しいです。自分は顔が汚くて部屋も汚いです。部屋と自分が汚い分、心が綺麗なんだよね。自分の顔が汚くて部屋も汚いっていう、汚いっていうことを自分で認めれてる、すごいすごいことだと思う。世の中のブスは自分がブスってことを認められないから、あの、他の人を下げようとしてるところをちゃんと自分の顔のブスと部屋のブスも認めてて、多分性格がめっちゃいい。マジ多分性格神なんだと思う。多分人生10回目ぐらいだと思う。マジで人生いっぱい生きてくれてありがとう。はい、そんな感じです。フォローありがとうございます。こんにちは。素足じゃないです、これ一応ストッキングなんですよ。なんか外にいたの、さっきまでね、外出してたんですよ。めっちゃ名言ありがとう。みんみこ顔となんて、ありがとう。褒めてくれて大好きです。たまにね、めっちゃ落ち込む時あんの。こうコスプレでイベントとかしてるじゃん。したらね、なんかね、写真をさ、みんな勝手に上げてくれるんだけどさ、 SNS にさ上げてくれるのは嬉しいんだけどさ、こんなに写り悪いことあるってぐらいさ、私のこと嫌いなのってぐらいさ、写りが悪い写真も上がるんですよ。悪い、なんか悪気ないと思うから、別にそれで怒ってるわけじゃないんだけど、たまにね、もしかしたら本当にこんな顔
かって思う時があるの。ちょっと落ち込む時がありますね。やっぱね、難しいです。あ、猫の手ありがとうございます。歯並びはね、矯正してる。はい、他の服も着てみてほしい。どういうこと？レイヤー界のアミカありがとう。モデルみたいってこと？あ、バラありがとうございます。まあ、顔とかってあれだからね、光の当たり方とあれだからね。なんか私今もさ、ライト焚いてるしさ、あのライトなかったらやっぱり影ね、出ちゃうからね、難しいですよ。そのね、可愛いとか思えとね、スタジオと環境とレンズの問題がありますからね。あ、フォローありがとうございます。皆さん、宇田川さんこんにちは、小高さんこんにちは、はじめまして、こんにちは。皆さん、コスプレイヤーをしておりますみみこと申します。フォロワーさんがめっちゃ欲しいです。フォローしてくれたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もあるので、ぜひぜひぜひフォローしてくれると嬉しいです。先日ね、進撃の巨人の話してもいいですか？なんか掃除機が壊れました。そっか、でも移りいい時もあるよ。なんかそのさ、私ね、結構ね、鼻とか高いから影ができやすいんですよ。だからなんか全然コメント読めねえんだよおめえら。コメント多いわ、いっぱい口。あなた、タクパランガラコロクです。誰ですか？ありがとうございます。ユニバーサル一緒にいてくれる女性の方いませんか？ここで探してるの？この配信にはね、女はほとんどいません。私の配信で女性のリスナーさんにユニバ行かないかと誘ったら、女性がいないです。男しか釣れませんね。はい、フォローありがとうございます。草なんか言ったっけ？まあいいわ、コメント読めねえ。お前ら冷めるすぎや。写りがね、なんか結構ね、なんかね、もう写りによるんですよ。なんか鼻高いからさ、めっちゃ影とかできんの。なんかだからライトとか焚いてたらいいんだけどさ、なんかたまにすごい暗い時とかに、マジババアみたいな時とかあるから、